結局シティ戦が事実上の決勝だったな。誰が見てもそうなるやろ、世界一選手層厚いわけだし。つまんねえ試合、やっぱシティ戦が事実上の決勝だったな。やっぱドル相手だと盛り上がらないな、決勝は実質バイエルンかシティだったな。あまりにも予想通りの展開でつまらなかったな。シティ戦の前にレアルに2週間休み取らせたスペイン連盟の勝利。ジダンの3連覇の時もやばかったけど、他チームからしたらアンチェとマドリーのコンビもラスボス感パないな。シティくらいしか正面切って張り倒せそうなクラブが想像つかん。決定力と監督の采配力が本当に違う。シティかバイエルンはギリまで渡り合えてたが、ドルは前半しか持たなかったな。レアルシティ戦を決勝で見たかったな。バイエルン戦は CL に望まれるような波乱だったけどね。リードして守備固めする愚行でめくられるとか、以前のレアルシティ戦見てないのかと言いたかった。ペップはその経験から主力下げずにレアルに勝って CL 取ったんだよ。レアルのメンタリティを理解して真っ向勝負できたのはシティだけ。シティが制裁食らったらまた3連覇とかしかねないぞ。シティグヌヌ、シューバが PK 外さかければバイアングヌヌ、ミンジェがいなければバルサグヌヌ、審判買収がバレなければ。不正マンチェスターシティや審判買収バルセロナに勝つからな、ダントツよレアルは。シティには引きこもりの引き分けやろう。こうやって振り返ってみるとよく勝てたよなバイエルン。シティ戦とか普通のチームなら負けてる。勝利3連覇レアルの時代と比べるとどのクラブもなんかしょぼいわ。あん時はどのクラブもめちゃくちゃ強いし、ネームバリューある選手ばっかだった。バルベルデだけでもチートだったのに、ビニ、カマビン、チュア、とどめにベリンガム。ポシャリそうと思ってたデュレルも波以上に流行れそうだし、向こう10年は黄金期作りそうでうんざりする。ハイプレスもかけられない守備固めてカウンターのチームで優勝か、この能力は正義だな。クンメルスが今でも別格なのを見るとサッカーも谷間の時代な感あるな。今のレアルって言うけど今シーズンのレアル怪我人も多くだいぶ弱かったけどな。歴代と比べても国内の他のチームが輪をかけて雑魚になったから CL に集中できたところはあるだろ。なお来シーズンあと DF 補強したら敵なしやね。シティが頂上決戦、どう見てもバイエルンの方が追い詰めてたし強かったよな。ポゼッション一辺倒だからアーセナルも満遊攻略してたし、カウンターできないただの時代遅れの地治むでしょ。シティとか今季ビップマッチで1勝もしてないんだけどな。